こんにちは、ナオティです。コマ技検定6級紐掛け手のせの解説をしていきます。こちらコマを手に乗せるという初めてのタイプの技でして、いろいろなコマの技に広がっていく扉のような技になっています。コマ技競技の入り口となる紐掛け手のせ、ぜひここでできるようにしていってください。さあ、まずはコマを回していきましょう。この時回転が弱いと技がうまくいきません。しっかり力を入れてコマに回転がかかるようにしてください。続きまして、回っているコマに紐をかけていきます。そして短く持った方の紐をくるっと一周巻いて、それで離します。反対側の手を引っ張ります。ここまでは線香花火と同じですね。さあ、紐を引っ張る直前の動きです。手をコマの真上に持ってきてください。そして手がコマに向かって真下に下がって反動をつけます。反動をつけたらコマを真上に引っ張ってキャッチをしてください。さあ、もう一度引っ張る動作をご覧ください。手がコマの真上に来ます。そしてコマに向かってまっすぐ下に下がって反動をつけます。そして真上に引っ張り上げてコマを手の上に乗せてください。そして最後に一番大事なポイントがあるので一緒に確認をしていきましょう。それは上に打ち上がったコマを上手に手の上に乗せる方法です。それでは見ていきましょう。ポイントの一つ目は、技の最中ずっとコマから目を離さないことです。ずっと見ていますね。ずっと見ています。さあ、コマが手に乗っかった後もずっと見続けています。こうしてコマが常にどこにあるかが分かっていると、手の上に乗っかるときにしっかり手のひらにコマが乗っかるんですね。はい、2つ目のポイントです。2つ目のポイントは、手がクッションになるということですね。コマが手に乗ろうとしています。ご覧ください。手が下がる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 、もっと下がっていますね。コマが手に乗っかる前後に手を深く下げるとクッションの働きをして、コマが手から跳ねずにそこで居続けてくれるんですね。はい、ポイントを2つ確認しました。1つ目がコマから目を離さない、2つ目が手がクッションになるということですね。これ2つとも紐掛け手のせの本質になってますので、練習するときには必ず思い出すようにしてください。はい、お疲れ様でした。コマ技検定6級紐掛け手のせの解説は以上になります。コマ技検定の2級に初詣という技があるんですけれども、この紐掛け手のせ、初詣の前提技になっています。そしてさらにコマを手で受ける時のクッション、これがこの先コマをやっていく上で全ての技で必要になってきます。ぜひ練習してみてください。ご覧いただきありがとうございました。ナオティでした。